の人と女の人が話しています。男の人は何を買ってきましたか？ただいま。買ってきたよ。はい。ありがとう。あれ？これ、牛肉じゃない。うん。牛肉だよ。え？豚肉だった？私、鶏肉を頼んだんだけど。え？そうだった？そうよ。男の人は、何を買ってきましたか？1、牛肉です。2、豚肉です。3、鶏肉です。4、牛乳です。男の人と女の人が会社で話しています。今、どんな天気ですか？おはようございます。寒いですね。本当。天気も悪いですね。雨は降っていますか？いいえ、まだ降っていません。でも、夜から雪ですよ。テレビで言っていました。今、どんな天気ですか？1、晴れです。2、雨です。3、曇りです。4、雪です。男の人と女の人が話しています。男の人はどうしますか？木村さん、もう仕事終わりました？いいえ、まだです。でも、今日はもう疲れたから帰ります。映画の切符が2枚あるんですけど、今から一緒に行きませんか？この切符、今日までなんです。すみません。今日はちょっと。そうですか。残念だな。じゃあ、一人で行きます。すみません。いえいえ。男の人は、どうしますか？1、女の人と仕事をします。2、一人で仕事をします。3、女の人と映画を見ます。4、一人で映画を見ます。男の人と女の人が話しています。服は誰のですか？その服、素敵ですね。ありがとうございます。でもこれ、僕のじゃないんです。あ、そうなんですか。じゃあ、お兄さんか弟さんのですか？いいえ、父のです。へえ。そうですか。服は誰のですか？1、この男の人のです。2、この男の人の
お父さんのです。3。この男の人のお兄さんのです。4。この男の人の弟さんのです。女の人と男の人が話しています。女の人は何人家族ですか？佐藤さんは何人家族ですか？両親と私の3人家族です。ハンナさんは？はい。両親と兄が一人と姉が一人と私です。あ、そうですか。女の人は何人家族ですか？1。3人家族です。2。4人家族です。3。5人家族です。4。6人家族です。